菅義偉君314、枝野幸男君134、片山虎之介君11、中山成明君2、小泉進次郎君1。菅義偉君を内閣総理大臣に指名することに決まりました。小泉進次郎君1。314、小泉進次郎君1。漁業関係者の皆さんにちょっと挨拶。国庁6580億円ということでございます。中身はですね、またこれは詳しく別の動画出そうと思いますが、防災減災関係二階幹事長、総裁に就任をいたしました。ビッグスケールイシューライククライマチェンジ、どうぞよろしく。議員は認めないんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、どういう対応を取るのかというのは注目ですね。まあ、そもそも立法事務費っていうのも、これもね、結構議員特権だと思うし、また議員特権シリーズでご紹介したいなというふうに思いますが、簡単に言いますとですね、突破できる可能性を感じます。立候補は今回されないということですか。そうですね。小泉進次郎君1。菅総理との面談を終え取材に応じました。気候変動対策、脱炭素社会への推進、こういったものが入ったことを私としてもありがたく心強く思ってますと、しっかりやりますと、そう申し上げました。